中国万里の長城の発達例長城です。万里の長城は秦の始皇帝によって紀元前3世紀に建設され、長さは 6259km あって世界遺産に登録されています。発達例長城は北京市の北西約 60km にあって、万里の長城の有名な地点です。交通の便がいいために観光客が多く、私が訪問した時もたくさんの観光客でにぎわっていました。この辺りの万里の長城は首都北京を防衛するために特に堅牢に作られているといいます。長城は秦の始皇帝作りたる外敵防ぐ城壁なり。前見ても後ろを見ても続きたる万里の長城、糸長き壁。長城は6000キロを優に超え、日本本土の3倍なりし、遥かなる2000年前の大工事、これ人々の労苦の賜物。長城は造り師だけでは用なさず、駐屯の兵たちの苦労を忍ばれる。眺むれば遠くに伸びゆき長城は、稜線を縫い尾根から尾根へ、2000年の長き時越えし長城よ、長くとどめよ今見せる姿。